京都府京都市。悠久の歴史と文化が薫るこの町の一角に、ある問題を抱えたお宅がありました。野林家。うん、野林家はすぐそばの高架を電車が行き交う五軒長屋のちょうど真ん中。80年前に建てられてから幾度かの改築を重ねた京都ならではの町屋造りの家。このわずか10坪しかない小さな家に親子3人が暮らしています。そんな野林家には、家の狭さのほかに日々家族を困らせるある特殊な問題がありました。窮屈な洗面所に押し込まれた洗濯機から洗濯物を取り出し、2階の物干し場に向かうお母さん。そしてここが問題の場所。なんと階段が押し入れの中に。しかもこの階段、傾斜が65度もあり、まるではしごのような急勾配。一段ごとの高さが極端に高い上、踏み板の幅が異様に狭く、足を横にしないと降りられません。いつ怪我をしてもおかしくないほどの危険から逃れ、安心して暮らせるゆとりの我が家に。そんな切なる願いを受け、一人の男が立ち上がりました。リフォームの匠、坂田元則。京都の町屋で生まれ育ち、町屋の改装を得意とする坂田。現代の建築はですね、やはり自然をこう遮断をして囲われた空間の中で新しい環境を作るというふうな考え方が元になっているんですけれども、京都の町屋においては、遮断をするんじゃなくって自然の環境の中で、それを取り入れて四季折々楽しむというところに特徴があると思いますね。古の都の粋な精神を受け継ぐ彼こそ、まさしく京町屋の水神。坂田が挑むのは、町屋の風情を楽しむどころか家族が日々危険に怯えながら暮らす家。粋で暮らしやすい京町屋など、実現するのでしょうか。あ、どうもこんにちは。はじめまして、坂田です。よろしくお願いします。細い土間が伸びる玄関で野林さん夫婦に迎えられた匠。よろしくお願いします。早速この家の問題点と向き合います。野林家の1階は8畳の台所と京間と呼ばれる2畳の和室があるだけ。玄関の土間からその京間に上がるには大きな段差があり、家族の足腰の負担になっていました。その高さ実に52センチ。ちょっと高いです。結構高いですね、はい、結構一仕事です ね、 そうです ね、 ね、これが毎日、はい、1日何回もですからね。こちらどうぞ。はい、どうも失礼します。こちらが台所兼今になってます。あ、なるほどね、はい、あ、お風呂場の出入り口はこっちですか。はい、アコーディオンカーテンだけで、はい、とはないんですけど。台所とアコーディオンカーテン1枚で仕切られた人一人立つのがやっとの洗面脱衣所で、こちらお風呂、はい、ちょっとお邪魔します。あ、結構やっぱり狭いですね。体洗うのもなんかちょっと狭そうで、幅も、結構も90センチぐらいですね。風呂場の狭さに驚いた坂田。次に案内されたトイレでも。ギリギリですね、これ。ギリギリで。おお、これは天井が低いですね。うん、あ、頭を打ちますね、これは。これはかなり厳しい便所ですね。
どこもかしこも窮屈。極めつけがこの押し入れの中の急階段。京都の町屋にはね、こういう形式の階段というのはよくあるんですけれども、まあその中でも結構急な方だと思いますね。あ、そうですか。この2階に上がるっていう角度じゃなくて、屋根裏に上がるようなぐらいの角度の階段だと思います。急ってことですね。結構急ですね。はい、ちょっと上がらせていただきますね。踏み面が17センチ、蹴上げが、うわー、これはすごい、25センチ。畳が沈み込むほど老朽化した2階の床板。タンスの重みでいつ床が抜け落ちるか分かりません。構造的にはその5軒全体で、体力を保ってますので、真ん中だけをいくら補強しても今度全体の揺れに対してバランスが悪くなるので、まあ、今の状況を無理して変更しないっていうのが一番いいんじゃないかなと。ご主人が生まれ育った愛着あるこの町屋を安心して暮らせる対の住処にするため、野林家が用意したのは1000万円。京町屋の水神坂田の挑戦が今始まります。石川さん、こんばんは。京都出身ですよね。はい、昔友人の友達の家がこんな感じでした、あんな階段があって、壁が狭くて、こうやってこう手をつきながら降りていく。壁にこうやってね、あれ滑り落ちてくださいっていうような作りですもんね。普通町屋のものって通り土間ってあって、玄関を開けるとスーッと奥まで抜けてって、要するにその通気がいいようになってるんですよね。完璧に潰してありましたね。うん、トイレ見ました？トイレ厳しいですね。1回下がんだらもうダメですよ。それからお風呂もこの階ですよ。普通お風呂ってこう入りたいじゃないですか。はい、もうなんか浸かるですね。お父さんすごい申し訳なさそうにお風呂入ってらっしゃったので、ちょっと開けてみましょうか。はい、10坪ですからね、これ京都って。あそこに石かなんか置くんですよね。靴脱ぎ用のちゃんとしたたたきの上に石を普通は作るんですけど、それを置くと多分玄関がなくなると思います。なるほど。それで置いてないからいきなり50センチとか登っていかなきゃいけない。今回ご依頼がありましたのは野林家。細い袋小路に立つ築80年の京町屋、5軒が軒を連ねる長屋のちょうど真ん中、建坪がたった10坪しかない小さなお宅です。今は野林さん夫婦と長男の3人暮らしですが、リフォームを機に奥さんの80歳になるお母さんを呼んで同居したいと考えていらっしゃいます。しかし元々の狭さに加え、高齢のお母さんが暮らすにはあまりにも過酷な条件が揃いすぎていました。家の玄関を入ってすぐにある高さ52センチもの段差、押し入れの中に隠された2階への急な階段、火事にでもなれば完全に逃げ遅れてしまうとご主人が言うほど大変危険な場所です。他にも長屋の真ん中にあるので日中でも暗いことや、タンスが支え合うように傾いているほど2階の床が沈み込んでいること、極端に幅の狭いお風呂や非常に天井の低いトイレなど多くの問題を抱えています。今回この野林家に挑むリフォームの匠は地元京都の坂田元則さん、別名京町屋の水神。果たして匠はどのようなリフォームを施すのでしょうか。皆さんで推理してみてください。そうか、お母さんが一人増えるんですよ。高齢なので、ね、1階の部屋はお母様の部屋になると思うんですよね。 でもその前にクリアしなきゃいけないのは段差ですよね。ゆくゆくのことも考えて、その介護のこととかもバリアフリーに、ね、しないと。これでも匠ね、町屋のね、中庭とかいろいろあるじゃないですか。はい、あんな風情出すんですかね、ここで。京町屋の中に中庭があったり、うん、はい、長寿鉢があったり、ね、お風呂がもう長寿鉢みたいだ。あそこを長寿鉢と呼ぶんじゃないですか。ね、細い袋小路に立つ野林家のリフォーム初日。たった10坪しかない家の中は引っ越しスタッフが数人入れば大渋滞。同居を予定しているおばあちゃんも手伝いに駆けつけました。こんにちは。
これまで同居に踏み切れなかった原因の一つ、玄関の大きな段差をやっとの思いでよじ登るのも今日で最後。はい、娘家族との暮らしが待ち遠しくてなりません。なんで広い家ならね、あれけど狭い家直せたってね、どんなそこに匠の技があんやなと思うことがね、期待してますわ、ほんまに。いよいよ解体が始まろうという時、坂田が2階の天井を指さしながら何やら指示を出していました。すると、壁際に当たる天井の一角が埃を立てないよう丁寧に切り取られました。あ、やっぱりつながってるね。隣家と壁を共有する長屋、念のため屋根裏を確認したところ、やはり仕切りがなく筒抜けでした。それで解体は埃が向こうに行かないように、ここをちょっと養生して解体しましょうか、ね、町屋の構造を知り尽くした坂田の起点で両隣とつながった屋根裏が塞がれます。これでもうほとんど向こうへは誇り行かないってことです。ほとんど行きましょうか。せーの。80年分の誇りを舞い上げ、豪快に解体がスタート。土壁にかぶせただけの薄いベニヤは簡単に剥がれましたが、幅の狭い風呂場での作業はいかにも窮屈そう。トイレに至っては思うように道具が使えません。昔の殻を脱ぎ捨て、まさに生まれ変わろうとしている我が家をじっと見守っていた野林さん夫婦。狭いところのおばあちゃんの部屋がね、どんな風に、なるのかなっていう、まあ、心配でもあるし、とお任せするしかない。それはまだ続かないよ。そんな家族の期待に匠はどんな形で応えるのでしょうか。長屋の真ん中に位置する野林家、隣家と共有する両側の壁には手をつけず、抜け落ちそうだった2階の床や間仕切りは取り払ったものの、1階の床組はそのまま。土間から52センチもある段差の上を歩き、何やらむき出しになった骨組みを確認して回る坂田。この床の高さが、高すぎるっていうので結構問題になってましたので、床を下げれるかどうか古い構造を見てたんですけれども、床を下げるっていうことは柱を全部取り替えるということになると思います。かなりのお金もかかりますし、五軒長屋の真ん中の家ですので、この状態を保ったまま柱を入れ替えるということは現実不可能だと思います。段差を解消することができない1階の床組を木の塚から劣化の少ない頑丈な鉄の塚に交換。さらに床下を鉄筋コンクリートの基礎で覆い、より強固に。
高い床組が邪魔して作業するのも楽ではありません。しかし問題は足元だけではありませんでした。隣家と構造を共有する長屋ならではの制約がある中、1階の床の解消できない52センチの段差はそのままに、足元を鉄筋コンクリートの基礎で固めた野林家。しかし構造の問題はそれだけではありませんでした。屋根を支える梁を見ると、太さの異なる丸太が無理やりつながれ、そのつなぎ目に重大な問題が。太い丸太が来てて、こちらの細い丸太がこう受けるような格好になってるんですけども、この受ける断面積が少ない、だから屋根に力かかるとこう裂ける状態になりやすい。つなぎ合わせた丸太張りのかかりが浅いため、もしこのままで大きな地震が来れば、屋根の重みで梁が裂け、長屋全体が倒壊する恐れもあるというのです。そこで匠が用意した秘密兵器がこれ。何やら筒を半分に切ったような形の鉄のパーツ。ただこれは何ですか？これはね、梁の接合部の補強金具、それぞれの場所にある寸法の金物の特注で作ってもらいました。特にここはお隣の梁をこう切るわけにもいきませんし、今ある状態でこういう形での補強しかちょっと考えられなかった。さまざまな制約の中、常に最善の策を練り、的確に対処する匠。今度は現場に近い鉄工所へと足を運びました。そこに用意されていたのは長い鉄骨。はい、OK ですね。匠の指示した長さに切断されます。切り揃えた鉄骨を四角く組んでつなぎ、その枠の中に短い鉄骨を何本も渡して溶接し、格子状にします。そしてその鉄の格子の両脇に短い鉄骨が串状に並んだパーツを取り付ければ出来上がり。京町屋の水神が用意した次なる秘密兵器。一体これが野林家でどんな役目を果たすというのでしょうか。やっぱり構造に問題があったんですね。隣から太い梁が来てて、そこに細い梁がちょっとだけかかってたっていう、はい、屋根裏がつながってるんですね、隣と。そうですね。また埃が80年で土の方にたまるね。あの埃がかえって断熱効果あったんじゃない？確かに。でも下はいじれないんですね。どうするんだろう。匠は鉄工所で高さ2メートル以上もある巨大なコの字型の鉄の格子を作りました。一体あれで何を作ろうとしているのでしょうか。皆さんで推理してみてください。高さ2メーター、そんなものが入るスペースがありましたか、この家。ちょうど床からその天井なんじゃないですか。1階か2階ぐらい。階段ってことですか。あ、だから補強の役割もあるんじゃないですか。構造上の補強。構造上ので、こういうふうに棚になってて、緑ですよ、緑。なんか最初の方に言ってたじゃないですか、あの匠が町屋っていうのは、ね、自然のものとのなんか共存みたいな。リフォームが続く野林家で梁の補強を終え、崩れる心配のなくなった長屋の屋根に登った坂田。すると
南向きの屋根の瓦を一部剥がし始めました。下地も切り取り、畳1畳分ほどの大きさの四角い穴を開けると、そこに90センチ四方の天窓を2つ取り付けました。長屋の真ん中にあるため、昼でも暗く照明が欠かせなかった野林家。匠はそんな長屋ならではの問題を解決するため、家の中央に吹き抜けを作り、慢性的な光不足を解消。高い天窓から1階にまでさんさんと日差しが降り注ぎました。その明るい吹き抜けの下に運び込まれたのは、あの鉄の格子。続いて鉄の格子と向き合う壁に細長い穴がいくつも開けられました。その穴に板を差し込み、もう一方を鉄の格子に固定。かつて真っ暗な押し入れの中に押し込まれていた足を踏み外しそうだった急な階段は、その場所を吹き抜けの下に移し、鉄の格子を構造に使った緩やかな階段に生まれ変わりました。ここはですね、もともとこの町屋の吹き抜けがあった場所なんですけども、ある時から閉じてしまったんですけれども、そのもともとの建設当時の吹き抜けを復活させようということで、天窓を作って光を落とすようにしてます。ただここは10坪のちっちゃな家ですので、単に吹き抜けだけっていうのは非常にロスが大きいので、そこにこの階段を持ってきました。でこの階段はですね、ストリップ階段といいまして、こう抜けた階段にしております。天窓が開閉式になってまして、光と通風がここでスムーズに行われるという構造にしています。でリビングをできるだけ狭く感じさせない、視線は向こうの壁いっぱいまでこう通すようなことを考えて、なおかつ天窓の光を取り込むためにアクリルの板を入れています。そして実はここにこういうふうにオレードを仕込んでまして、こういうふうに取り出れます。これはこちら側とこちら側両方こういうふうに閉じられるようになっています。京都の冬は大変寒いので、冬場の暖房の効率を高めるためにこういう密閉ができるように考えています。それでですね、このように間に入れたちっちゃな窓が全て全開するようにできてまして、冬場の部屋の空気を入れ替えたい時に風が流れると。京都ではね、伝統的にいろいろ失礼を季節ごとによってこう変えるんですけれども、そういう精神をこの格子に込めて、閉じたり開いたり天窓も含めて季節感を感じるっていうんですかね、そういう空間にしていました。現代の暮らしの中に町屋の精神を伝える坂田。今度は木工所に図面を持ち込み、また何かを作り始めました。四角い木の板の両端に滑りを良くするゴムを埋め込み、立てた2枚の板に乗せて固定。こうして足のついた板を裏返しにすると、穴の開いた細長い板を2枚反対側に取り付けます。それを再びひっくり返し、ゴムを張った板を上にして床に置きます。そのゴムの溝と同じ幅で突起がついた板を上に乗せると、スムーズにスライドし、ぴったりと重なりました。果たしてこの不思議な箱の使い道は。吹き抜け作っちゃいましたよ。吹き抜け素敵。吹き抜けなんてもう出てこなかったですね。わからないですよ。でも階段当たってました。階段だったんですね。階段の上がレッドだから、そこを吹き抜けにするっていう発想、なんで長年やって出てこないんですか。いや出ないですよ。しかもまたあの校舎よくできてますね。空気入れ替えられるようにとか、密閉できたりとか。匠は今度は木工
工所に行き、何やら大きな木の箱を作り、その上に同じ大きさの板がスライドするような仕組みを作っていました、うん、果たしてあれは何になるのでしょうか。皆さんで推理してみてください。僕もベッドだと思うんですよね。動かせんじゃないですか。普段は隅っこにあって四角になってて、うん、あそこにじゃコロコロつけようって、はい、寝るときにちょっと長くして、多分あれ手の幅だから2メーターぐらいになるじゃないですか、うん、あもしかしたら、ね、トイレじゃないかなと、うん、狭いんで出てくるんです。トイレが出てくるすいません、トイレが出てきたら壁も出てこないと用出しづらいでしょ。トイレだけで出されてどうぞって。三世代同居に向けた野林家のリフォームも終盤。坂田が木工所で作ったあの箱が届き、1階の玄関脇の部屋に運び込まれました。それは一つだけでなく同じものが2つ。かつて台所と玄関をつなぐ動線としてしか使えなかった2畳の京間は、玄関との境に間仕切りが設けられ、小さいながらもちゃんと独立した部屋となりました。ここはですね、今後、同居されるかもしれない野林さんのおばあちゃんのために計画しました。そして足腰に負担のないようにこういうふうにベンチにもなる畳ベッドを準備しました。この畳ベッドなんですけれども、この下にキャスターをつけてますので畳ベッドの位置が自由にレイアウト変更が可能です。そしてですね、昼はこのように開放的に使ってもらったらいいんですけども、夜はここに建具を準備しているので閉めてもらって個室として使えるように考えております。そしてこの畳ベッドなんですけれども、下にはですね引き出しを設けてまして、大容量の収納として使えるようにしています。そしてこの畳を移動させまして、この蓋をですねこのようにスライドさせて引き出しの上に乗せます。そしてこの畳を分けておきます。そうすると畳ベッドが2畳の小上がりに変わります。この2畳の小上がりですけれども、2畳といいましても京間の畳のサイズですので、他県の2畳より広くなっていると思います。おばあちゃんにはこのように2畳の小上がりとして使ってもらってもいいですし、畳ベッドとしても使ってもらってもいいと思います。さらにですね、工夫がありまして、ここは壁に見えてると思うんですけれども、実はですねレールを埋め込んで動くように考えています。この壁の1枚を外して、このようにもう片方のレールに動かすと建具に変わります。そうするとこのように玄関から直接の動線がここで確保できます。そしておばあちゃんはですね、今大変お元気なんですけれども、まあ、将来万が一介護が必要な時にはここを介護動線として開口して使っていただくように考えています。匠が目指したのはおばあちゃんとの同居を叶えるだけでなく、将来を見据えた暮らしやすい家づくり。こうして京町家の水神坂田によるリフォームはすべて終了しました。それでは見事現代によみがえった風情ある町家の全貌をご覧いただきましょう。狭い袋小路に立つ築80年の五軒長屋。野林家はそのちょうど真ん中に位置するわずか10坪しかない小さな家。はしごのような旧階段が押し入れの中に押し込まれた京都特有の古い町屋造りのこの家は、玄関を入った途端にある52センチもの大きな段差など、同居を望む高齢の母にとってはその思いを果たせない多くの障害が立ちふさがっていました。
幅の狭い風呂場では手足を伸ばすこともできず、トイレの天井はまっすぐ立てないほどの低さ。小さいながらもおばあちゃんの体に優しく、親子三代何の不自由もなく暮らせる家に。そんな願いに応えたのはリフォームの匠、坂田元則。いいじゃないですか。町屋で生まれ育ち、その精神を今に伝える匠の手によりよみがえった粋なリフォームの全貌をご覧いただきましょう。以前、狭さを少しでも解消しようと増築したせいで、かつての風情を失っていた町屋の外観は、なんということでしょう。品格と趣ある京町屋らしい佇まいを取り戻したではありませんか。出窓を覆う格子を開け閉めすれば、取り込む光の量を調節することができ、長屋の構造上低くできなかった床下には外から出し入れできる収納を作って、出窓の下はバイク置き場に。洗い出しの緩やかなスロープが導く玄関には、高い段差を和らげてくれる靴脱ぎ石が。たった10坪しかない狭小住宅での3世代同居を叶えるため、空間を少しでも有効に使うための工夫が随所に施されていました。玄関脇の壁に作り付けられたこの大きな下駄箱もその一つ。靴を斜めに置くようにして奥行きを浅くし、圧迫感を抑えました。本来家の外にあるべき坪庭を階段下に配し、視覚的な広がりと季節感を演出。大きな段差を上がった京間に続くかつての味気ない台所は、落ち着いた色合いで統一したモダンな印象のダイニングキッチンへと大変身。実はこの6畳ほどの空間にとんでもない収納力を備えているのです。食洗機がついた大容量のシステムキッチンはもちろん、電子レンジや炊飯器が置ける便利な食器棚を作り付け、耐震補強用の筋交いを入れた壁の奥行きまでスパイスラックとして活用。そして極めつけがこれ。床の一部が下がり、それを踏み台にして降りると、さらに床板を大きく開くことができます。そこに現れた深さ45センチの穴の側面から引き出せる引き出し収納。それは両面に2つずつ用意されていました。そして驚くことに、同じ容量の床下収納が食卓を挟んでもう一つ。下げられなかった床下を余すことなく使い切った匠の魔法のような空間マジックがここにも。それが吹き抜けを間仕切るこの格子。空調効率を高めるアクリルの格子が天窓から落ちてくる光を遮ることなく、空間に広がりを与えてくれます。同居するおばあちゃんと4人で囲む新しい食卓。テーブルの向きを変えて天板を広げれば、お客さんが来ても大丈夫。そんな機能性豊かなダイニングキッチンの隣は、おばあちゃんの部屋として生まれ変わった2畳の京間。小上がりの和室は生活スタイルに合わせて畳ベッドにして使うこともできます。出窓の下に作られた小物入れの戸は両面使いすることができ、
裏にはかつて西陣織の織子さんだったおばあちゃんが残していた歯切れが。京町屋の水陣らしい粋で雅な演出、がらりと部屋の印象が変わります。匠はわずか2畳しかないこの部屋にもこれでもかというほどの収納力を確保。あの押し入れの中の階段はもうありません。おばあちゃんの身の回りの品がすべて収まるよう収納本来の役目を取り戻しました。かつて台所のあった家の一番奥には水回りを集約、人一人がやっと立てるほどのスペースしかなかった以前の窮屈な洗面脱衣所とは全く比べ物にならないぐらいの広さとなり、ここにもやはりタオルや洗剤などを整理しやすいようたっぷりの収納を備えていました。トイレに手すりをつけるなど80歳になるおばあちゃんへの配慮も忘れてはいません。体を洗うのにも苦労していた窮屈なお風呂も広々と生まれ変わりました。しかもこのお風呂、窓が全開し贅沢な露天風呂気分が味わえるのです。天窓からの光や風を通す鉄の頑丈な格子は階段の構造も兼ね、吹き抜けにかけられた緩やかな階段を安心して上り下りすることができるようになりました。季節に応じて入る日差しの量を調節することもできます。押し入れの階段を上がってすぐの荷物が雑然と積み上げられていた2階の北側の部屋は新たに長男の寝室へと変身。広さは3畳ほどながらベッドに机、大きなクローゼットと何の不足もない快適な個室が完成しました。これまで仕事で遅くなると寝ている両親の横を忍び足ですり抜けていた長男、もうそんな気を使う必要はありません。部屋にぴったり収まった机やベッドはすべてサイズを合わせて作ったオリジナル家具。吹き抜けに面した小窓を開けると天窓からの優しい光が室内に差し込みます。家族が増えると何かと不便なのがトイレ。2階にもう一つトイレが作られ、南側には夫婦水入らずの寝室も出来上がりました。この部屋にも天窓からの柔らかな光が差し込み、壁一面を使って大容量の収納が作り付けられました。洋服が取り出しやすい工夫で奥行きのあるクローゼットを上手に利用。このクローゼットの下の引き出しにも匠の機能的なアイデアが。一つはちょっとした作業の時に引き出して使える収納式の座卓。そしてもう一つ、その上の蓋のついた引き出しはお母さんのための鏡台でした。壁にかけられたすだれの額も単なる飾りではありません。季節に応じて建具を変える京都伝統の住まいの知恵を生かしました。引き戸の小窓に入った紙の障子を夏には風通しの良いすだれ障子に取り替えることができるのです。失われた町屋の風情をよみがえらせるとともに暮らしやすさをとことん追求した匠。果たして
家族は喜んでくれるのでしょうか。この日、野林家の親子3人が同居を心待ちにしているおばあちゃんと一緒に久しぶりに我が家に帰ってきました。うわなんかどれ、うわぁ楽です。こんなもんで山れなんだ、もうどうにもならないしいやあすごい、全然思ってたんだ、考え方違いますよね、うん、お店に来たみたいな町屋風のお店、まさかここまですごいの一言も広い、うん、いいよ、畳つけてくれ、これちょうどいい加減ですええー、驚いた。どう開けといたら、ここまでしていただいて住めんとは言えんわ露天風呂じゃない、お父さん露天、そらがすごい上がりやす、うん、すごいな、すごいやん、しんちゃん、おー、おー、ね、まだ伸びてもよどうですか、すごいですね、こんなこれ明るいですね、はじめましてすごーい、あげる、はあ、はあ、まあドレッサーのやつ、うわー楽しみますわ、こんにちは、ご無沙汰しております、ありがとうございます、本当にいろいろとありがとうございます、こちらこそ、いかがですか、気にしていただきました本当は自分がこう作るならば、自分で考えてこうやっていかなかったことを本当に全てこうすごく自分の親身になってやってもらって感謝してます、私はやっぱりお母さんが喜んでいただくようにね使っていただいたら一番僕はやらせていただいた甲斐があると思います、よかったです、本当に喜んでいただいて本当に嬉しい、いつまでも元気で、はい、なんとか頑張ります、はい、溶け込んで生活ができるように頑張ります、はい、そうですね、はい、これまでおばあちゃんの同居を拒むように行く手を阻んでいた玄関の段差は楽に上がれるものになり、家族を困らせてきた家中の難所も匠の手で安全に生まれ変わりました。同じ10坪の家なのにその住み心地は以前とは大違い、家族が一人増えてもこの家なら何も心配することはなさそうです、よかったねって、3世代4人での新しい暮らし、町屋伝統の格子戸から漏れる笑い声が夢ある未来へと響き渡ります。最後は絵になってましたね、電車通ってどこにああいうなんか庭みたいなもの作るのかと思ったね、階段の下です、あれ床下を利用するのがすごいですね、こちら床をなくすことばっかり考えないじゃないですか、考えないバリアフリーだって何言ってんのあそこを生かすんですよ、毎収納できるんで、それでおばあちゃんとね一緒に同居ができるっていうのは良かったですよね、お母さんも感動して泣いてましたね、おばあちゃんも、正解はベッドだったですね、あそうですよね、そうだトイレとかおっしゃってましたよね、とんでもないですよね、あれとかあれがトイレが出てきたらもう泣いてるだけでも乾いちゃうよね、シューッと